皆さん、こんにちは、餅ちの京子です。よろしくお願いします。本日の内容は、動画編集ソフトのパワーディレクターのサブスクリプションを実際に購入する動画です。購入後の設定も紹介しますので、やり方がわからない方は参考にしてください。現時点で、個人向けのサブスクは2種類あるみたいです。以前は買い切りのパワーディレクター17を使用して、 主に YouTube 動画を作成していました。最近新しい PC を購入し、古いソフトをインストールするのに違和感があったのでサブスクを購入することにしました。まずは2種類のサブスクを比較検討します。名称は PowerDirector365 と DirectorSuit365 となっており、後者の方が高いです。前者にはフォトディレクター、オーディオディレクター、カラーディレクターが付属していません。 しかし、後で説明しますが、これらの簡易バージョンが用意されています。他に挙げるとすると、素材に無制限アクセスがないという点です。というわけで、パワーディレクター365でこと足りると判断したので、こちらを購入します。皆さん、こんにちは。猫塚、アルです。よろしくお願いいたします。 私はサイバーリンクアカウントをすでに持っているので、メールアドレスを入力して次に進みます。ない方は新規で作成します。サブスクのプランは月額ではなく、12ヶ月プランを選択しました。間違いがなければ注文の手続きに進みます。住所、氏名、支払い方法を入力します。私はクレジットカードを選択しました。最後に注文を確定します。 ここは照合しているせいか、少し時間がかかるかもしれません。購入が完了しました。メンバーサイトにログインします。皆さん、こんにちは。猫つかびーです。よろしくお願いします。ログインしてきましたソフトをダウンロードしてインストールしましょう。アカウント情報をクリックすると、自分のサブスクリプションや購入したソフトが表示されます。 最新バージョンへ更新をクリックしてサイバーリンクアプリケーションマネージャーをダウンロードしてインストールします。インストールが完了するまでしばらくお待ちください。あともう少しです。 アプリにログインします。ログインしてきました。パワーディレクター365をインストールします。フォトディレクター、オーディオディレクター、カラーディレクターのエッセンシャル版が必要な方はインストールします。インストールには結構な時間がかかると思います。インストールが完了したので、開くボタンをクリックするか、Windows のスタートからパワーディレクターを起動します。 本日はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。